はい、ではですね、もう課題の残るは錬金ばっかで、錬金と納品ばっかなんですけども、やはりお兄ちゃんとソウルのイベントでしょう。おそらくこれは見逃すわけにはいかないと思ったら、ロジってんな。そういえばソウルさん、アミンから何か話が来ていませんか。あれ、ロジにも言わんといてって言ってたよな。いいえ、全く。前に発着場の改造をやるって騒いでたじゃないですか。あれから俺もその設計図を作るのを手伝ったんですよ。はいはい。おかしいな、まだ何か足らなかったか。なぜロジーに黙ってるじゃん。そうでしたか。ああいうのは困るんですが。ほら怒ってるやん。あなたも結構おせっかい焼きですね。うん。俺から頼んだんだ。おかげでかなり助かったよ。自慢げアウィン来た。さあ、男の子3人衆揃いましたよ。あれから考えたんだけど、はい、やっぱり発着場の改造は必要だよ。うん、これを見てくれないかな。よっしゃよっしゃ、見したれ見したれ。まったく、君はそういうことを勝手に。ですから予算の都合上、うん、できる部分だけでもいいんだ。とにかく何も言わずに見てくれって。うん、見て見て。はいはい、わかりましたよ。どれどれ。うん、なるほど。パッと見た感じでは特に目立った問題もないですね。ええ感じちゃう？ほう、これは意外とまともですね。うん、話の筋は通っています。いい感じいい感じ。本当かい？それなら予算も出るかな。うん、いいでしょう。お、まずは私の方でも計算してみますか。もしかすると部分的に採用されるかもしれません。やったやん。今回は勝手に始めているというわけでもなさそうですしね。たまには承認しますか。よしよしよし。え、ああ、もちろん勝手になんて。どうしたどうした。来たか来たか来た。いたいた。来た。お兄ちゃん大変だよ。ああ、どうしたの。発着場の改造してるところの基礎の部分の滑車が外れたみたいで、すごいことになってるの。エスカちゃん。返事は班長が何とかしてくれてるけど、どうしたらいいかわからないから設計図を持ってきてくれって。なんでここで言っちゃったそれ。ちゃんと固定したつもりなんだけどな。待ってて、すぐに。怒ってる。もしもし、今のは私の聞き違いですかね。基礎部分がどうとか。怒ってるで、ワンレンで。アミ、まさか勝手に。ワンレングス怒ってるで。エスカが悪い。これは、いや、これは訳を説明するとすごく長くなるんだけどさ。要するに、やっちゃった。言い方、やはり申請を却下します。あー、怒ったね。そんな、さっきと言ってることが違うじゃないか。イチャイチャすんな、お前ら。やっぱり内緒で進めるなんて無理だった。いやいやいや、エスカが足引っ張ったやろ今のは。隠れて何をやってたんだ。ロジーは黙れ。カット。もうロジー喋ったからもうカットやわ。うん、わかる。その気持ちわかる。ゲーム作ってる人もそんな気持ちやったやな。フレッチデータ白波動作作業は OK。 お菓子が全然ない。どうしようどうしよう。クラフトはあげれんねん実は。いっぱい作ったから俺。どうもつく。ヒリサブもあげれるやろ。何ヒリサブってかっこいい言い方してんだよな。どうも。レヘルンはあげたくない。渋の木の種あげるあげる。どうも。アクライトもあげる。スラメモもあげる。ホタルイシも確かいっぱい。うん、オッケー。どうも。バッドトレジャー、ストレイドッグ。結局上にも行くことは、てか民に行くことないから、まあ、とりあえず依頼は今んとこ受けないでおきましょうか。よし、依頼リスト、スラブの護身像、ま、給料くれ。オッケー、ガラスの棒、あとなんかまた依頼をしておきましょう。幸運のクローバーってやったよな。うん、ダラダラエンバーイニシエやから。何あげよっかな。黒い湧き水。炎の精の域、風の精の域。なんか、さっき竜から2個取っちゃった。すげえ。それこれは灼熱の溶鉱石。これを分裂しておいてもらおうか。うん、頼むわ。あと、レアそうなので言ったら、コルセイト繊維が結構使うんですよね。で、服も確か作らなあかんから、コルセイト繊維を、お、ねこれねこれ。こちらしよう、全能力を。うん。これ6つぐらいいっといてもらおうか。これでいいか。うん、頼むわ。お名前な。オッケーオッケー。で、開発班オフィスに行ってと。エスカちゃん何か用報告する。うん、オッケー。さあ、とうとうやってまいりました。スーパー錬金タイムのお時間でございます。では作っていきます、いろいろ。はい、ではですね、残る数課題が錬金ばっかなんで、可能な錬金ばっかやっていきましょうか。左下から、獣の耳当てを錬金します。どれを調合しよう。でも耳なんで、耳でいいかな。
とりあえずハテナは全部出したか。獣の耳当て完成。商品 P 削減、これいいやん。出来が良い、それ大したことないな。どうするどうする。素早さプラス3、出来が良いはどうでもいいから、消費 MP 削減と MP 素早さ、これ完成したよ、うん、結構ええのできたんちゃうかな。はい、よし、コンプリート。続いてスラグパーツの納品やから、スラグフィギュア1個作りゃ OK ということらしいんで、スラグフィギュア作ろうか。仕上げにやった、スラグフィギュア完成ですわ。効力上昇、範囲ボーナス、あと引き継ぎ PP、カウントボーナス、うん、カウントボーストしとこう。完成したよ、うん。どうどうどう、これまあまあええんちゃう。これは上げるやつやろ。じゃあ続いて、これどうしたらいいの、耐性強化戦力。これもしかして4つとも発言させなあかんのかな。とりあえず、そういうのはこれ試してからがいいのタイプやから、まず簡単にできそうなエンゼルリボン調合しようか。 OK、 完璧、エンゼルリボン完成。どの戦力を引き継ごう。まず古き神々の加護、受けるダメージ 15% が MP ダメージに変換される方、戦闘負の効果を無効、すごいな。で状態異常にかかる可能性を下げると。MP 圧縮は美味しいよな。 MP 圧縮しときの、あとは素早さ上昇、 MP プラス5、まあ攻撃力、もう一個素早さかな、このゲームは。うん、エンゼルリボンが完成でございます。では続いて、木材チップかアイアンボーン、これ木材チップ持ってるから大丈夫。万能の瓶詰め ×2 か。万能の瓶詰め ×2 をやるか、じゃあ。これでいい？完成したよ。オッケー。これで2個になったと。じゃあ、これで納品できるやつ納品しようかな。町の入り口。町の入り口にまずスラグを納品と。はい。スラグフィギュア、これで OK やろ。はい、じゃあ続いて、あと何がある、いけるのは、これ無理やろ。市街の服も無理やから、広場に、広場と、これ何、どこ、ホールか、広場とホール、ホールはイベント起きちゃうから広場行こう。どこやどこや、右か、またあとおった。この人に、薬の備えの伝統、万能堂のコーナーをあげる。はい。で、これも達成。よう、久々に今日お前。中央との距離を感じますね。お前はなんか板挟みやな。かわいそうに。よし、じゃあ一旦、アトリエに帰って、どうしようかな。また別の。ホールのやつももう渡せるから、ホールのイベント見つつ納品しようかな。よし、ではですね、木材チップを持ってるんで、もうイベントを見つつホールで納品をしてしまいます。今日もいい天気だな。さあ、かわいいかわいいエスカちゃん登場。支部でお仕事をする前はこういう日は外でリンゴを食べながらゴロゴロしてたっけ。うん、ダメな子やったよな昔は。お仕事も一休みにして、ちょっとリンゴ園でも見に行ってみようっと。オッケー。今日はクローネ何か作ってないかな。飯やな、食い物やな、やっぱり、まあ、目当ては食い物やな。あれソウルちゃうな。おっとおっと、謎の歌イベント始まりましたね。まあちょっと聞いてみましょうか。
というイベントでございました。何やったんやろ今の。エスカが2回つまみ食いをしてましたね。妖怪にでも取りつかれたんか。というわけで同僚の息子によろしく頼むぜって言って、木材チップを1個あげれば終了のイベントなんで、あ待てよ、アルゲマイン版やったら全然ダメなんでこれあげよう。 OK、 じゃあ木材納品もクリアしました。さああとはちょっと難しそうなね、この5着服納品と戦力、これ戦力非耐性と、いろんな耐性をつけないといけないっぽいんで、ちょっとこの辺を頑張ろうかと思います。じゃあとりあえず開発班オフィスに行ってと。でマリオンちゃんに報告ちゃんをしようかな。うん、オッケー。他にはないですね。お金は一応貯めといて、お、メモあってよ。あ、そうそうそう、今これ切るやん。採取時間減少つくやん。カゴよりは採取やな。これ1万円、お金もんなしになるな。まあいいや、つけたった。えい、どうや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 。というわけで、おっとまたイベントが掘れましたよ。ルシルちゃんのイベントが掘るか、ちょっと後回しにしようかな。はい、というわけでホムちゃんなんかある？はい。でおっさんじゃない、ソウルはレヘルンクラフトあげる。ブラフトはこういう時のためにね、分裂してもらった。で防御くせ、この石のせいはもったいない、トーンもったいない、ホタルイシ。なんもお菓子もらえへんもんな。レヘルンあれでっかい子ぐらい。弱いやつ。これ先生な。オッケー。あとはもうほんまに錬金ばっかりするだけかな。じゃあアトリエに戻って、ちょっと錬金をやってまーす。では残すは調合系の、課題を残すのみです。これが結構難しいんですよね。戦力の非耐性、水、風、土を全部それぞれやらなあかんっぽいのと、服を5着も納品しないといけないと、防具のなかなか大変ですよね。さてどれにするかな。というわけでまあ服作りつつ、ついでに発言できたらやってきたいですよね。多分これで水耐性とかついてるやつを合成すりゃいけるはずです。で、どの戦力を引き継ぐかな。非耐性をつけると。でパラメーター、あ、防御力かけようかな。これで完成したぞ。 OK、 とりあえずこれで、うん、耐性強化戦力、今火やったんで次水風か。さてどれにする、材料は何にするか。これ結構大変やんな。でもあ、風あるやん。なめし川か、なめしっとくか。もったいないな。でも OK、で火と風どっちも一応つけとこうか。あと防御力プラス3、これ OK かな。おい、どやどやどや。そうやんな。ってことはもしかして、あとじゃあ、どっち、風でだから水と土の耐性をつけないといけないのか。で土、何これ、青と赤と青の盾、火と水の属性ダメージが減るといいね。かっこええやん。で土入りながらパラメータプラス5パーかな、かっこいいから。うん、オッケー。完成したぞ。どう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 。お金12000、鬼いってるぞこれ。どうした、ランクボーナスのおかげか。やったね。おれ、あとはじゃあなんや、水か、水を発現させたら勝ちか。え、めっちゃ大変じゃないですかこれ。服も結構甘いやん。とりあえずじゃあ、さてどれにするかな。もう一個ふくりたいところではありますが、材料は何にするか。これだって無理やんな、もう水ないもんな。12345個あるから、防具ということやから、装飾品でもありかな。装飾品で作ってないのがあれば、え、レザーグローブ無理やった。そう、闇夜のマントで、水ついたらありなんじゃないですかね。まあまあまあ、まあ頑張った方やな。どの戦力を引き継ぐ。で水耐性絶対つけなあかんのと、全、素早さ強化しつつ、まあそんな大したことないな、このアイテムは。あとは何が、全能力プラス2、あ、これあんま大したことないけど、でもなんか今後のためにこれ引き継いでな、すごいの作れればいいんちゃうかな。あ、OK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 
市街にして、結構大変だ。
あれでしたね、課題でした。でこれは適当に服を、ほい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 、これ結構大変やんな。でも服納品5個ってめっちゃ大変やで。ああ、カトラちゃん、カトラちゃん、なんかええのある？紙くず、紙くず買っとこう。オッケーオッケー。箱庭の原石混ざり湯、箱庭の原石ってなんかいい、あんま大したことないか。うん、ほいではお金めっちゃあんねんから、ソームオフィス先行こう。ソームオフィスどう調子は？そんなにかね、お前ソウルワンレンはグリネブリッツ渋の木の種ぐらいあるね。引き割りくずも結構あったんじゃ、うん、グラスコアいくらでもある、どう、うん、クインドコアも結構ある、グランダーキャリア毒のみもものはまあよしとして、で開発班オフィスここに行きます。そしてマリオンさん、どうすか、頑張りました。主人公ヒットポイント5上がりました。これやっぱ全達成全部してクリアしたよな、どうせやったら。研究する、顔の空き枠増やしたいところではあります。防御連携調合行動、爆弾研究はもうやったから、うん、そんなもんか。位置を全てにする方法、なんすかなんすかこれ。善は1、1は善っていう錬金術のあの基本やないか。位置を善にする方法について研究します。これにより調合錬成スキルとして調合中のアイテムを最大限強化することのできるスキルを、ん？なんかすごいってこと？とりあえずちょっとよくわからんねんけど、完成アイテムを強化することのできる調合錬成スキル、まあいいや、これをそれでいいの？うん、やっときましょうよ。やったやった、なんかかっこいいの覚えましたよ。アトリエに戻る、なんか誰を調合しよう、材料何にしよう、なんかね確か材料適当に選んで、これでいいや、そうそう、常駐効果一覧っていうのは実は右上にあって、これを見ると今の能力ですね、常駐すで常に働く、ね、スキルがあるんですよね、見れるわけですけども、ここになんか書いてる？特に書いてない、謎。よし、じゃあ調合、スーパー調合タイムやっていきますか。1ヶ月間の調合タイムがあるけど、その前にイベント見ようかな。休憩中のホムンクロスさんたちがよく遊びに来てくれるから、よくこうして話してるんです。もうソウル不要になってるやん。向こうの方かな。